この世界にグラナスが訪れたのは遥かな昔のことでした。グラナスの光が世界を覆い、その光は人に力を与えました。人のグラナスへ祈る心をエネルギーや物質に変化させる力です。祈りは人に絶大なる繁栄をもたらしました。グラナスはまるで意志がないかのように力を与え続けました。力を求めるあまり、グラナスへの祈りが強制されるようになり、そして新たな信徒を得るために際限なく外へと広がっていくようになったのです。こうして人の意志をなくすこと、それこそがグラナスの目的だったのかもしれません。危険を感じた残り少ない人はグラナスに対抗する力を見つけ出しました。それがバルマーです。バルマーは生物としての人が持つエネルギーを暴走させます。その結果、この星自身を破壊しかねない限界を超えた力を人は手に入れたのです。バルマーのおぞましい力を使って人はグラナスに最後の戦いを挑みました。その結果、グラナスは消滅し、バルマーは体の大部分を失いました。しかしバルマーが人から受け継いだ破壊衝動は暴走を続け、今もなお増大しています。バルマーは人の意志を自らの核とするのです。あなた方が封印と呼んでいるものは、人の心を植え込みバルマーを制御するための装置です。本能、祈りや願いという人の心をバルマーの核とするものです。じゃあ、感情に流されずに自分の心をしっかりと持っていられたら、心は奪われないのか？はい、その可能性は十分にあります。不確定ですが、グラナサーベルのようなもの、バルマーの角ではない形を取る可能性もありそうです。でも信じてもいいのでしょうか？もし心を保てなかったら、リュードがバルマーに。そうなったら新しくバルマーが生まれるだけです。どちらが勝ってもバルマーが完全体になってしまいます。エルモ、そいつを動かしてくれ。はリュード、人の心は、感情はコントロールできるものではないと思います。たとえあなたがどれだけ世界を救いたいと願っても、バルマーへの怒りに負けたら、メルフィスと同じ結末を迎えてしまうのですよ。そうですよ！そんなことになったらどうするんです！いや、ダメよ！リュードがバルマーになるなんて！大丈夫さ、エルナ。こいつに俺は負けない。たとえどんな姿になろうと、きっとお前を守ろうとする気持ちが俺の命綱になってくれる。俺はそう信じてる。リュード、エルナ、他に方法はないんだ。俺が行かなければみんな死んでしまうんだ。
起動しました。ディオ、君に謝っておきたい。どういうことですか？君が必死で思い悩んでる姿を見て、人の心とは何なのか俺は思い出すことができた。俺は君を人形扱いしていたことが恥ずかしい。すまなかった。リュード、もういいんです。あなたの試みは絶望的です。でもあなたを信じています。私は人の未来を見てみたいのです。私は人が好きです。リュード、お願いです。私の夢を私に見せてください。ロアン、俺がどうなろうと悲惨な戦いが起きるだろう。お前はできるだけ遠くへみんなを避難させてくれ。頼んだぞ、国王陛下。僕はあなたとの旅で大切なものを見つけることができました。何もかもリュードさんのおかげです。お互い様だよ、ロアン。俺たちは勝たなくちゃいけない。いや、勝つんだ。リュードさん、絶対に、絶対に帰ってきてくださいよ。どうしてこんなことになってしまったの？私はみんなを救いたかった。自分にできることを精一杯やった。それなのに、なぜ私たちは一緒にいられないの？私はどこで何を間違えてしまったの？エルナ、お前のやろうとしたことは間違っちゃいない。正しいんだ。だから俺は行けるんだ。命を懸けても守りたいんだ、お前の優しさを。たとえ俺が死んでも、お前には生きていてほしい。リュード、生きてくれよ、エルナ。バルマーの角を解放します。システム中央部に進んでください。
る。どんな姿になっても構わない。帰ってきて。約束するよ、俺は絶対に帰ってくる。
ありがとう。君の歌が聞こえたよ。リュードさん、勝ったんですね。リュードは負けたりしないわよ、絶対に。信じる心とは強いのですね。人の心は結ばれるもの。その剣がバルマを倒す力なんですね。そう、これが俺たちの力だ。バルマ、俺はここにいるぞ。これがお前を倒す人の力、心の力だ。